あの表になっては言わないけど、影があってね、もうバランスゼロの最低なことだって言うと思うんですよ。ああ、それ構えない。うん、いや、それ構え構えてそれで、ね、要するにそういうふうに言うと思うんだけど、あの私にしてみればね、こういう平面バッフルみたいな、こういう音で聞き手になるという気持ちが全部じゃないけどどっかにあるわけ。でその欲求をすごく満たしてくれるわけで、これ全然このスピーカーはバランス的にはもうあの普通のスピーカーに比べたらそうつかんですよ。でもこういうバランスの好きな人にはたまらないわけね、そうですね。これですね、とりあえずまあこの構造としてあの平面バッフルって言うらしいけど、うん、平面じゃないんです。いやまあそれはいい。そういうのがいいです。感想だから、ね、あくまでそのニュアンスで言ってもらえますね。いえいえ、あのいい質問だったのを思いまして、実は構造のことを説明 したいなと思ったんですけども、まあその機会がなかったんで今説明するんですけども、このバッフル板っていうのは球なんですよ。球面なんですよ。平面にスピーカーを設置してるんではなくて、その球体にスピーカーをそれぞれ放射状に。まったらじゃないんですか？まったらじゃないです。なぜかというと、音源っていうのは低音源